今な。ひげ折れてるぞ。あ、すげえ大きくなってる。早いな、やっぱ成長が。ごめんな。寝ててこれ。こいつらいなくなったら寂しいな。飯。魚倒しに行くわ。ホームセンターでね、新しい森を買った。この間使ったやつはね、ゴムの強度はあるんだけど伸縮性が足りなくて威力がね、あんま出なかったんだよね。しゃあ行くぜ。沖縄社会不適合者突き進むフリーター。石台ゲット、タイヤです。おう、魚取ってきたぞ。
す。こっちは皮付きで食うわ。なんだ。まあ、で、この皮付きのやつは汚いけど。山田、カブはまだ芽が出ないですね。おいで。うん、おいで。飯。味な、ちょっと100年前の梅干しと一緒に食べるわ。今日もいい天気だから魚でも倒しに行こうかな。なんかこれ漫画で読んだんだけど、ヨモギをなんかシュノーケルのゴーグルの中に入れとくと曇り止めの効果になるみたいな書いてあって、今日ヨモギ入れてみようかなと思って、ゴーグルの中にね。じゃあ飯倒してくるわ。
いやー、今一匹クソでけえのいたんだけどな、あいつを倒すのがね、結構俺の密かな夢で。いやー、取れんかったね。ただ初めて主に触れたからまあよかった。鱗がね、一応取れたから、主の鱗が。やっぱあいつを貫通するにはこの森だと相当至近距離まで行って思いっきり撃たないと無理だと思うから、結構難儀かもしれない。そういえばヨモギの効果はね、微妙にあったような気もする。この間潜った時は毎回のように曇りを取ってたんだけど、今回なんか3回に1回ぐらいで良くなった。
あ、おい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 、舐めちゃダメだって。え、豆腐とか食べんの猫、ね、って。豆腐、キムチ納豆、これは海苔の佃煮。佃煮と納豆の相性いいよね。落ちると思った。ちょっと苗をもらいに行きます。これキュウリ。あ、これキュウリ植えてるんです。あ、これか。支柱立ててるやつ。そうそう。こっちもゴーヤ支柱立ててるでしょ。これは何ですか。これはひまわり。あ、本当だ。なんか種類がすごい。食べられる。いいんすか。傷ついてるでしょ。すいません。もう間違いない。おお。売り物。すげえ。ちょっと傷ついてるけども。これも今食べてもいいんすか。今食べられる。と、本当。ありがとうございます。いただきます。うん。うま。うま。これ梨だって。すげえなぁ。え、かわいくね。これは梨になるんや。これがビワか。もういい匂いする。やーふ、種入ってんだ、ビワって。取り込みじゃない。金柑。いや、鳥に少し残していた匂いじゃなくて、鳥の方が人間に少し残していてる。金柑ってなんかずっと身についてます。あ、やっぱり水分が少ないね。本当だ。なんか前の食った方が美味しかったです、ね。ちょっと短いけども。うん。でも。すぐ活着しますよ、これ。うん。なんか7本目切るんでしたっけ。そう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 、7節ぐらい。こっちの緑色の葉っぱが鳴るときの時です。結構いろいろもらっちゃいましたね。さつまいもの苗だけもらおうと思ったら、パセリと果物とニンニクと、これキュウリかな。やだっす。で、これさつまいもとパセリ、うん、ここは畝はまだ作ってなかったんですけど、うん、これ貸してもらうか。え、いいんすか、うん、これものすごいやりやすい。こうやって本当だ、寄せて、でこういう風にぐにゃぐにゃになって枯れちゃうんだよね。うん、うん、山田くん、頭痛いね。あ、なんかトイレしそう。あ、そう。ケツがプリプリしてたから。ね、目出しをし、うん、多分あと3日間ぐらい経つと雨が降るでしょ。そうですね。うん、雨降る前に入れれば、はい、もう枯れ、葉が枯れる、そうですね。立ちも枯れるぐらいで活着しますんで。そ、うん、っか。じゃあさつまいも植えようと思ったけど、2、3日水につけとくわ、これは。もうちょい深い方がいいのかな。まあいいや。よし、オッケー。
出汁取りまくってセンチュリースープ作るわ。これさっきもらったやつ、こいつがラカブで、こいつが黒かな、メジナだと思う。めちゃくちゃ適当だけど、まあいいだろう。大根、乾燥しいたけ、うまそうだから塩だけでいくわ。なんだこれ、お前の分な。あ、雲だ。おいおいおい。いただきます。うまいけどしょっぺえ。飯、この間もらったビワとスモモ。今さ、砂浜でね、流木拾ってたら穴がいっぱいあってさ、ほらほら、これとかこういうの、これ何なの、なんだっけ、なんか棒みたいなさ、貝いるじゃん、マテガイだっけ、マテガイとか掘ったのかな。じゃあとりあえずね、掘るわ。今調べたらね、あの砂ガニ、カニがいるらしい。多分一番下にいるだろうからな。うん、全然いねえわ。次、硬い感触があるけど、うん、いねえな。ダメだ、全然いねえ。浜が汚くなっただけだわ。くそ。おお、見て、根が生えてきてんのこれ。なんかね、苗しばらくこうやって水に浸しとくと、数日でこうやって根が生えてきて、でその状態で植えるとなんかいい感じに活着してくれるらしい。
よし、オッケー。とりあえず10本ぐらいかな。肉。確認作るわ。よし、いい感じ。これ炊飯器でやった方がね、軟骨が柔らかくなるらしいからな。いただきます。うまっ。なんか炊飯器って1回炊くのに3から6円ぐらいしかねかかんないらしいから、普通にガス使うより安いかもしれん。Mm-hmm.